イメラジオ第6934回、今日は令和6年10月25日金曜日です。時刻は午後6時半、横浜港北、金曜の夜、 TGIF。 1週間のお仕事を終えて、今日から土日がお休みなんだという方も多いんじゃないでしょうか。お疲れ様でした。さて、今回は世界標準の英語を学ぼう、こんなタイトルでお話しします。日本では中学校から英語が科目として発生し、で中高大、特に大学入試においては文科系行こうと理科系行こうと、やはり英語が得意科目になっているっていうのが入試で成功する大前提です。それは実際にご自身が大学入試をおやりになったという経験があれば、そういやそうだったなと、英語できなきゃどこも受からんなと、その通りですよ。その通りですよ。だから英語できなくてもどっかの大学に受かりたいとなったら、ガクッともうレベルが落ちるっていうか、まあ偏差値が落ちる、そういう大学になっちゃうわけですね。ただしですね、今小学校からも英語が習われてるのかどうかちょっとわかんないんですが、全然使い物になっておりませんから、その大学生の英語も社会人の英語もね。一言で言えば世界標準の英語を全く学んでいない、こういうことになります。でね、多分一般的な人の、あるいは大学生や社会人でも英語ができるって、なんか外人とペラペラおしゃべりができるっていう、これをね、多分英語ができると勘違いしてると思うんですよ。で、こういうことは実際に例えば留学したとか、何かしら外国人との、接点があるっていう人はご存知と思いますが、何の意味もありませんから、こんなの。おしゃべりがペラペラできる。それ多分文法的にめちゃくちゃな英語でも、とりあえず通じちゃうので、それで、そのトピックに関して、お互いが興味持っていれば話は弾むんですよ。ですから、それでね、なんか盛り上がってるっていう、ただそれだけで、それを傍から見たらペラペラですごいと見えてるってことで、実際その人が喋ってる英語はもう文法的にもむちゃくちゃで、単語も綴りなんか書けないし、あるいは英作文でもやらしてみたらめちゃくちゃな英作文が出来上がるっていうね。それで聞いてみたら、なんかオーストラリアに2年だの、アメリカに3年だの、なんだのかんだの言ってるわけですよ。だからましてやそういう経験がなかったら、そういういわゆるペラペラ、かいかっこペラペラってのがすごいなと思いになるかもしれませんが、何にも評価されないし、まあ人生にも何の意味もありません、それはね。ですから、帰国子女とか、あるいは海外の留学組っていうのが、ロクスッパーの、例えばビジネスの世界でもね、役に立たないし、あるいは役所とか学校の世界でも役に立たないのは、そういうことなんですよ。世界標準の勉強してない、英語に関して。で、じゃあその世界標準の英語って何や？ズバリですね、英語でテキストを読む。そのテキストは新聞かもしれない、雑誌かもしれない、もっとレベルを高くして原書、その原書もビジネス書かもしれない、あるいはそれこそ哲学書かもしれない、学術書かもしれない、それを読んで、だから当然英語でこう情報を受けるわけですね。情報を入れるというか。そしてそれに対して自分はこう思うっていうのを英語で発信する。これがね、世界標準の英語なんだ。ですから、例えば大学、もしくは大学院でこれを考えるとした場合、まあ文化系だったらですね、文化系だったら非常に大雑把な話ですけど、そうですね、ロールズとかサンデル、この辺の自由論の議論があるじゃないですか。それを原書で読み込んで、そしてゼミナールに行って、自分がプレゼンテーションをして、そしてみんなのディスカッションに加わる。で、今たまたまロールズとかサンデルって言いましたけど、しかも自由論っていうのがこう学部問わず重要な話題だからね。けれど、例えばそれはハイエクでもいい、フリードマンでもいい、ポパーでも構わない。そういったところの、あるいはもしリバタリアニズムに興味があるんだったら、ロスバートとかノージックでもいい。こういったところの英語を読んで、そしてそれをプレゼンテーションしてディスカッションする。
これは、語学留学ではなく、語学留学はほとんど意味がありません。どうせ帰ってきたらすぐ忘れます。でしょ？語学留学行かれた人、どうですか？ 1 年でも2年でも。どんどん忘れるでしょ？帰ってきて。でも今、使えないんじゃないですか。5年も10年も経ってきたら。たとえ20歳ぐらいにそんなことやったって。意味がないんですよ。で、そうではなくて、ちゃんと本当の留学をしたら、向こうの大学に行って、その語学留学じゃなくて、で、例えば学位を取るとか、そういう勉強をしたならばですね、山ほど原書を読まされて、原書というか向こうでは普通に英語の本ですよね。そしてレポート書かされて、プレゼンテーションもやらされて、で、レポートや論文も書かされて、これが世界標準の英語なんだ。だからその時に、綴りがおかしかったらもうアウトですよ。その時に、喋る場合は訛りが出るのは当然やむを得ないし、喋る時に、文法的なミスをするのは、それはね、しょうがないと思いますよ。ただし、きっちりと読める。そしてきっちりと書ける。書いた場合には、例えば、ね、時制が全然、バラバラだとか、現在と過去と現在完了が一緒くたに使ってあるとか、あるいは三単元の S がないとか、単数複数がむちゃくちゃだとか、もうこんなだったら話にならないんですよ。書いた英語で。で、帰国生の書く英語ってこんなばっかりでしょ？綴りもめちゃくちゃ。だから留学する必要ないし、語学留学なんか意味がない。これ夢ラジオでもよく話しております。留学に意味があるとしたら、学位取ってくるような本格的なやつですよ。それは修士号かもしれない。博士号かもしれない。何でもいいけどね。で、向こうの、例えば、ね、アメリカやオーストラリア、イギリス行って、そこに集った外人たちと語学の勉強するとか、こんなバカな話じゃなくて、そういうのは日本で済ませておいて、向こうで、アメリカ人、アメリカならね、あれイギリス人たちと普通に一緒に勉強してっていう、これがまあ留学といえば本当に留学で、しかも今インターネット発達しておりますから、これすらですね、日本国内でちゃちゃっとやってしまうことはできるんですよ。だからそもそも留学の意味ないし、ハーバードやプリンストンに高いお金と、高い旅費と、高い滞在費1000万ぐらい行くんじゃないですか。2年もいたら2000万ぐらいになるんじゃない。これ冗談抜きですよ。海外のそういうプレスティージアスな有名な大学って学費が高いから、特にアメリカはね、しなくていいん、そんなこと。日本国内でできる。原書を取り寄せる。そしてプレゼンテーションもできる。ディスカッションもやれる。オンラインでつなげばいいだけの話ですよ。これが世界標準の英語であり、どこに行かなくったって、これを身につけておけば、どんなビジネスマンとも、世界のね、あるいはどんな学者さんとも渡り合えるわけですよ、英語で。これが日本人として英語を学ぶことの最短距離で、そして最も実りある方法だと思う。何度も言いますが、語学留学、あれを留学と勘違いして、向こうでご飯食べて買い物英語を覚えてきても、何の役にも立たないから、こっち帰ってきて。ビジネスでも使い物になりませんから、全然。ただ、楽しかったというこれだけで、しかもそれすら5年か10年も経ったらですね、あれ本当に楽しかったんかなと疑問に思ってきますよね。意味ないですよ。金だけかかる、留学はね。留学して英語が本当にできるようになったって人を聞いたことがない、見たことがないのはそういうことです。英語できるようになってないんですよ。ただ、発音はちょっと上手くなってるかもね。世界標準の英語。これは大学でも教えてくれない。高校なんか無理です。大学や高校の教員がそもそも世界標準の英語っていうのを触れていない。しょうがないけどね。彼ら学位持ってるはずなのに、なんでダメなんだろうなって思いますよ。ボソボソ話。前の方で。それで、訳読して終わりみたいな。しかも1回の授業で原書1ページって。そんなんで学んだことになるんかいと。もちろん高校生でね、原書読み始めなんですっていう高校3年生が1回の授業で1ページは十分あり得ると思う。それはやり始めだからしょうがないじゃないですか。大学院でそれやってどうすんのと。しかもそれやってる教員、実はあなた PhD 持ってんじゃないのって。だからその辺、おそらくはですけど、はっきり申しまして、向こうの大学で下駄履かしてもらったんじゃないのかなとかね、思っちゃいますね。
せっかく日本から来て何年もいて、で自分のもとに、その指導、自分を指導教官として、ね、いたんなら、学位やらずに返すってできないじゃないですか、だんだんと。その向こうの指導教官もという、それじゃないのかな、なんてちょっと意地悪なこと思っちゃいますね。世界標準の英語はもう日本でもオンラインで可能です。ぜひその扉を叩いてほしいですね。